よ。よし、では開けてみます。ドン。おこれも絶対美味しいやつですね。よいしょ。どうも、食の贅沢です。今回作っていこうと思うものはですね、特にその昨日ですね、あの雪が関東にめっちゃ降ってきて、今ものすごい寒いので、なので今回はあったかくて優しい味の鶏ごぼう鍋を作っていきたいと思います。で、あったかいのはもちろんなんですけれども、あの優しさを出すポイント、優しい味を出すポイントですね。そこをしっかりと抑えていこうと思うので、なので今回は体もあと心もあの温まるような鶏ごぼう鍋を作っていきたいと思います。よし、では鶏ごぼう鍋を作っていきます。で、まず最初このごぼうですね。ごぼうをまずはたわしでこすっていきます。で、このごぼうごぼうはこのようにささがきにしていきます。おー、切ってて面白い。で、ごぼうはしっかりと水につけていきます。で、次、ここが優しさポイントになってくるんですけれども、鶏肉に練り込む玉ねぎをこれすっていきます。で、これを鶏つみれに入れることによって甘さとあと柔らかさを出す。なので今回は玉ねぎをしっかりと入れていきましょう。で、そうしたらキッチンペーパーか布巾に先ほどの玉ねぎを乗せて、で、入れた時にべちゃべちゃにならないように水気を絞ります。で、玉ねぎはみじん切りでも作ることはできるんですけれども、すりおろした方がふわふわ感が出るので、ぜひあの体力に余裕のある方はあのすりおろしで試してみてください。で、そうしたら鶏むねのひき肉ですね、ここに先ほどの玉ねぎ、ここに卵で、あとしっかりと下味をつけていきたいので醤油とみりん、あと砂糖で塩で、これらを混ぜていきます。で、今回特にあったかさと優しさ両方出すのは僕的には鶏ごぼう鍋かなと思っていて、例えば子供が雪合戦してただいまって帰ってきた時にお母さんが今夜は鶏ごぼう鍋よ、わーいみたいな、この例えダメだなうん、いい感じに粘りが出てきましたね。よし、最後では鍋を作っていきましょう。で、だし汁、これはあの普通に昆布から取っても大丈夫ですし、あとだしの素を使っても大丈夫です。というわけで、まずはこのだし汁に醤油とみりんとあと生姜で、味を見て醤油じゃない塩弱火で沸騰直前まで温めた鍋にこの鶏団子をゆっくりと入れていきます。で、実は僕小中高大と武道をやっていて、やっぱり周りからこういかついって言われがちなんですけど、あの武道家って優しいですからねすごいタイミングで猫入ってきた。それでよっ、鶏がいい具合に煮えたら、そしたらここに舞茸で、あとごぼうよっ、それで、あと豆苗をわさっとで、あとは蓋をして全体に火を通して完成です。ということで待ち。よし、では揚げてみます。ドン。おいやー、これはすごい、本当に美味しそうですね。湯気と香りがすごい。よっ、おー、これはあったかそうだなもう絶対美味しいやつですね。よいしょ。よし、では味見してみましょう。
ではまずおつゆからいただきます。いやこれはうまい。あったまるし優しいですし、あと鶏エキスがいい。お待ちかねの肉団子いただきます。玉ねぎやばい。柔らかいですし、噛んだ瞬間の甘みがすごいです。おおしっかりうまい。というわけで今回は寒い日にぴったりですごいあったかくて優しい味の鶏ごぼう鍋をご紹介しました。結構その醤油みりんベースでかなりシンプルな味にして、だからこそ鶏だったりごぼうの香りがふんってくるようなレシピになっていますので、ぜひ寒い日に試してみてください。あ、寒い日じゃなくてもいいですよ。はい。というわけでこの動画がいいなと思ってくださったら、ぜひチャンネル登録、グッドボタン、あと僕 Twitter もやっていますので、ぜひフォローシェアなどよろしくお願いいたします。というわけでご視聴いただきとても感謝しています。ではまた。